はい、スプラトゥーン3のフロスティーフェストをやっていきましょう。おお、いつもちょっと変わるんだね。装いがちょっと違う、ということですが、ここは同じなんだな。ニュース番組用の清掃なんだな、これは。この3人もきらびやかな衣装に身まとってフェスが、やってくれるらしいですね。一人でのんびり派ですでに投票済みなので、おお、やっていきたいんですが、これを忘れていた。ホラガイは、のんびり派、勝ったな。ほんまか？怪しいけど、一歩リードですね。おお、街もなかなかきらびやか。こんなところに雪だるま。雪だるまってこんな重ね方するもんだったっけ？みたいな気持ちもありますが。これ、櫓の上に乗ってたりするかな？櫓でいいのか、これ。お、乗ってますね。そしてちょっと、衣装もキラキラかな、これ。これで見られるか。ああ、行っちゃった。と、こんな感じで、いい感じの雰囲気の中、やっていきましょう。おお、白い。おお、キラキラしてる。雪の結晶もあるね。では行きましょう。おお、ジングルー。なんというかクリスマス感もあるな。でもまあ寒い時期のフェスなんだよっていう感じなんですね。いいね。なんかこういうのバリエーション増やして普段からやっといてくれたらなって思わなくはない。そんな簡単に言うねってことなんでしょうけど。ところで、お一人様同士でマッチングしてるっぽいんですけど。なんということだ。白色のインクが使えないじゃないか。残念ですが、のんびりやっていきましょう。スペースシューター久しぶりだからね、堪能していきましょう。もう最近は、あれですから。ただひたすらに、よいしょ。銀モデ使って、ガチマッチやったりなんなりで、遊んでいるばかりなので、あげる。なんかいるし、ビビらせんじゃないわい。よし。ジムワイパーくんは最近、多少減ってきた感はあるんだけど、それでも厄介なのに変わりはないからね。ああ。射程で勝ってるんだよ、俺は。あれ、センサー今の当たってない。センサーくんの力を見誤ったか。そんな予定ではなかったのだが。ああ。見誤っているわ。見誤っているわ、俺。まずい。逃げろ。冷静に。これはちょっとまずいね。あげると思ったら、あげられるうちにはなかった。やめて、うえこれがあるからな、もう。ジムワイパーくんな。食い棒をなくすか、このためチャージの直撃のダメージをもっと減らすかしてほしいんだよな。やめてーん。はい、あげる。でもさすがに、無策で突っ込みすぎると、よくはないぞ。やべ、危ねえ。助かったわ。逃げてもセンサーからは逃れられないのだ。ジムワイパーをボコボコにしたいという願望があるにはあるのだが、達成は難しいんだな。あ、見られてる。なら一旦冷静になるしかね。こうやってセンサーをぶち当てて味方に倒してもらう。俺はアシストをするだけだから。逃げろ、逃げ惑え、逃げ惑え。あは。長射程は最高だが。前に出ちゃおう。なんかいる。ああ、危ねえ、危ねえ。間に合ってなかった。下手すれば味方への煽りとも取られかねないタイミングでしたが。大丈夫だね。味方は賢いから。俺みたいにこういう変な解釈をすることはない。さあ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 。さあ、動きづらかろ。動きづらかろ。はっはっ。まずいってば、おい。今ので下手したらやられてるからな。揺れさせんですよ、今。ああ、危ねえ。ギリギリ。ジムワイパーにまだ慣れていない人の可能性もあるな。慣れている人でもあれぐらい苦労する武器がたくさんあるんだかな。慣れていなくてもそれなりに動けるというのは強いんだけどね。はい、あげる。どうだい？どうだい？二つ同時に飛んでくるのは怖かろう。怖かろう。ダメージを食らっていたら、他のプレイヤーからのダメージで横殴り食らってやられかねませんから。ちょっとでもダメージを遠くから与えてくるっていうのはこんなに厄介なんだぞっていうことをアピールしていきましょう。そしてそれを普段からジムワイパーがやっているんだぞという怒りをぶつけていきましょう。お、きらびやか。おお、ちょっとクリスマスっぽいジングル入ってますね。イェイ。
家族でほっこり派だ。ようやくお互いのインクをぶつけ合えるな。いやもうスプラトゥーンやってる人は一人でのんびり派しかいねえのかと思ってたわ。そんなことはないらしい。では行くぜ。辺り一面白く染め上げてやるぜ。でもなんか試し打ちでやってる時に比べるとちょっと色合いが違って見えますね。なんて言うんだろうな、このチョコ味のフロスティーに浸した時のミルクみたいな色に見えるな。具体的に言えばチョコアをあれミルクに浸して食べる時にそのチョコアをたっぷりと入れた後のミルクってこんな色だよねみたいな感じ。お前だけは絶対に許さん。これで相手を誘導して、うわぁ、めっちゃ見てくるし、センサーをぶち当てていくんだ。これが俺流の嫌がらせ。そして家族でほっこり派は、これはこれでなんか卵の黄身みたいだしな。ちょっと美味しそうか。美味しそうだけど取り合わせとして美味しくなさそうだからな、さっき言ったやつだと。それで言うと微妙なのかもしれん。お、暴れているが、暴れているだけでは勝てないぞ。でも単射艇は正直、暴れて、行くぐらいしかやりようがないような感じがあるから、どうしてもね、そういう感じになりがち。奥でじっとしてたら他と差別化できないしな。このような暴れ方をしてくるのが強いんだろうけど、いやでも単射艇で塗りが綺麗だから向こうの方がちょっと今優勢って感じかね。自陣を大事、そして相手がやられたらその気を逃してはならない。丁寧に細かいところを塗りつぶしていく。なんだかんだ、おう、なんだかんだこちらの編成で綺麗に丁寧に塗れるのは俺ぐらいでしょう。そのくらいの気持ちいい。というか綺麗に丁寧に塗る意識を持っている人がそもそもあんまりいないという説もありますが、さあこれでどんどん嫌がらせをしちゃうよ。うえー、なんでこんなとこいんの、もうわけがわからない。なんか俺が行こうとしたところ敵3人ぐらい固まってんのが常にあるんだけど、マジでやめてほしいぜ。ほらスプラトゥーンってもっとみんなバラバラに動くもんだと思ってるんだけどね、全然そんなことがね。なんかひたすら3人4人で固まるって動くのが当たり前かのような感じで遭遇するんだよな。どうなってるんだ。俺が遊んでいる間にこのゲームは随分様変わりしたな。真面目なことを言うとあれなんですよね、ステージが狭いから必然的にこうなるという理屈があると思うんですけどね。だって適当に動いてたって集合するんだもん、大体それのせいです。ミサイル来ちゃったー、危ね。お、でも二人乗ってったぞ、これはラッキーじゃない。こいつを潰していきたいんだー。ラクト、オッケー、いけるか、間に合うか、ちょっとギリギリな気がするが、おお、でも塗り戦力は全然こちらの方が上だということは、おお、我々の勝ちですな。ちょっとピンチもつかなかったし若干怪しいけどな。でも逆に言えばこっちがピンチから盛り返したわけではないから十分勝ってると思うけどな。オッケー、今度ギリギリピンチがつかないぐらいの差だったようですね。常にこんな感じでジングルを聞いていたいぜ。いやい。ザトーマーケット、また家族派か。一人と家族しかいねえな。仲間とワイワイする人はスプラトゥーンやらないのか。まあ仲間とワイワイする人はチャレンジには来ないかもしんないな。オープンでやってるのかもしんない。そういう差出るのかな。仲間でワイワイ派が、このオープンに大集結しているから、このオープンチャレンジの方をやるとこの二勢力としかマッチングしないみたいな。でも狙い目というか傾向的にそういうのを選ぶというのは、実際あるのかもしれない。めっちゃ詰まってんな、もう味方のことをフォローせずに右側から抜ければよかったね。でもうすでに入られてるしな、非常に厄介よこれ。家族でほっこりというチーム名に対して殺意が高すぎるんだよな。家族でほっこりはどこ行ったんだ。さてと、ウルトラ着地をどこかで使いたがっている可能性はあるぞ。この辺か、いないな。ナイス生を送るよ。いる、いるのだとしたらこのプレイは良くないのではと思わなくはないが、お、いいね、ピンチだね。これはもう押しまくれ。相手もまだ自陣をあまり塗っていない。あまり塗っていないのである。
つまりここがチャンス。相手をボコボコにするチャンスというわけだ。やめろガロン。ここだ。センサー上げる。シールドがあるんだったらまともに相手するわけないんじゃないの。はいよ、はいよ、はいよ。食らいなさーい。センサーを当てまくれば向こうは嫌がるだろう。お、着地してきたぞ。まずいー。やめろカニー。まずいか。あ、生きてる。生きてる。かろうじて生きてる。いいのかい。俺のことを狙ってくるつもりなのかい。嘘だろー。これ勝てんの向こう。クワッと射程なっけーな。てか、俺がいつも思うな。総じて、マニューバー系とは射程が長い。スライドして近づくのが武器の特性だったら、もう少し短くてよくないかって、思うんだけどな。だって、スライドして近づけないんですよ、シューターは。それなのになんで向こうが射程有利を取ってくるのか。これはわからない。実際比べたら多少短いのかな。いや、あんまり違わない気がするんだよな。てか、クワッドはやったら突っ込んでくるな。やめてほしいぜ。ぬれぬれー。白身と黄身で完全に卵だからな、これ。卵においてどちらの方がヒエラルキーが上なのかというのを教えてあげなくてはいけません。めっちゃ見てくるやーん。卵にはセンサーがあるから。てか、両方卵だんだって。白身だよ。白身にはセンサーがあるよ。白身センサー。これ押されてんな。ちょっと厳しいなんてレベルじゃねえ。だが、大事なのは塗り。大事なのは塗りだから。お前塗ってんな。お前塗ってんな。いける、いけ。ここで、治療を取って、少しでも稼ぎたかった。くっそ、もう、いい感じに翻弄された。最悪なんだが。負けたかな、これ。微妙、なんだけど。危ねえ、勝ったわ。違いがようわからん。パッと見白の方が多そうには確かに見えるんだけど。って言って負けることたくさんあったからな。10% も下がったようには見えんかったな。ホーム塗り。ちょっとキル貢献がなかなか厳しかったな、今回は。動き回る武器相手に対してはやっぱり弱いな。その辺はなんか長射程っぽいな。単純に火力がなさすぎるだけなんだけどな、スペース集宅。ですが、久々に長射程で立ち回れて非常に楽しかったかな。銀モデでやってると本当にな、命を粗末に扱わないと、そもそも前出られねえみたいなことが多いですからね。はい。という感じでございました。まだまだ一人でスーパーのんびりやっていきたいところですが、今回はここまでです。後半のトリカルマッチでお会いしましょう。ありがとうございました。